生まれたのはまあ大阪で生まれまして、まあ、その時はあの両親もまあ大阪で仕事をしておりました。で、もともとこの店の前身が、まあ、おじいちゃんの代がまあ昔では田舎でいうこう雑貨屋さん、まあ、食品とか、日用品、まあ、お酒を扱っているようなお店をやってて、まあ、おじいちゃんがまあ体調がこう悪くなったので、それでこう、まあ、家族でこちらに戻ってきたのが、まあ、きっかけですね。で、まあ、その当時はまだそういうお店だったんですけども、まあ、私の父親があの、まあ、先々を考えてその専門店にしないといけないということで今のこの店のスタイルになっています。おばあちゃんの名前が千代子っていう名前で、その、まあ、千代っていうあの意味は結構昔からなんかいい言葉だと聞いてるので、まあ、それをなんかつけたらしいですけど、実際は私も詳しいことは分かりません、はい、ただうちの母親も千代子で偶然にもあの一緒だったので、結構みんながこうびっくりしてるような感じですね。もともとサッカーがこう好きで、まあ、中学校の時はサッカー部はなかったんですけど、まあ、高校もサッカーをやって、まあ、ちょうど最後 の、 その最終学歴 の、 その専門学校が、まあ全国的にもあのトップクラスのサッカー部がありましたので、まあ、それでちょっとお話をいただいて、まあ、そこに入学して、で、まあ、就職もですね、あのサッカーの実業団とかの就職率も高かったので、まあ、私もいくつかその話はあったんですけど、もうちょっと高校時代からのその怪我で結局その学生時代にあのもうちょっとボールを蹴れなくなったといいますか、その遊び感覚ではできるんですけど、それを仕事としてはちょっともう難しいという判断で、あのまあ、サッカーをやめて、とりあえずは家で仕事をしようって言ったのがまあきっかけですね。で、まあ、もともと最初もう何もわからなかったんですけども、まあ、こういろいろ勉強するうちに、まあ、そこからこうどんどんこうお酒の世界にこうのめり込んだっていうのがきっかけですね。まあ、特に日本酒なんかはもう日本の文化であり、まあ、学べば学ぶほど本当日本酒の世界って奥が深いので、まあ、それに携われる仕事がこうできることがすごくまあ嬉しいと思いますし、まあ、それをこう伝えることがやっぱ楽しくてやっぱずっと続いていると思います。まあ、ここがちょっと支援物資 の、 受け取り場所にちょっとその時させてもらって、まあ、私が手を挙げてさせてもらって、まあ、商工会もその時は入ってなかったんですけども、全国から商工会の青年部の方がやっぱ物資をこう持ってきてくれたりしてですね、まあ、それでがきっかけでこうもう自分じゃ商工会に入ろうっていうのが入ったきっかけですね。まあ、人数もやっぱり青年部って今確か70ちょっといると思うんで、まあ、いろんな年の方もいらっしゃいますし、でいろんな業種もいるの で、 でましてはこうもう昔から知ってる人ばっかしなので、すごくこう楽しくやれています。やりたいことをやってほしいと思います。まあ、そのいろいろこう不安もあったり失敗を恐れることもあるかもしれないですけど、やりたいことはどんどんチャレンジしてほしいと思います。一番ダメなのはやらずに後悔する人とか、言うだけ言って行動に移さない人は僕はもったいないなと思っているので、何かやりたいと思えれば、まあ、時間がかかってもそれに取り組んでほしいですし、もし何かこう何がやりたいっていうのがこう見つからなかったら、まあ、時間をかけて探して行っていいなとも思っているので、ぜひどんどん挑戦してほしいと思います。はい、なんでこの言葉に、そうですね、まあ、自分自身が、まあ、経験したことで今まで出会った人たちでいろんなことを踏まえて、自分のその結果が出せるのが私仕事だと思ってます。だからもし自分がダメだったらこの会社もダメになりますし、自分が頑張れば多分もっとこの会社は良くなると思います。だからこの、言葉を、選びました。